はいどうも、おはようございます。FX オリガルヒ及び速可軸限定動画をご覧の皆様。今日はですね、大きな動きがありました。えー、1月13日朝6時なんですけども、今、冷やしを見ていただいてですね、冷やしが下下げ圧力があるのは皆さんね、ご存知だと思いますけども、あの、1日にして大きなね、陰線がドカーッとできましたね。これが来たんですよ。えっ、ー、と、前回もここに来たりとかしていましたし、 ここでも結構大きかったりここでも大きいですよねあと2日に分けてですけどもここも大きな陰線だったと思いますこういった感じでたまにね下下げ圧力のでかいやつがストライクするんですけども今回も来ましたおそらく今回はこれだと思うんですけども記事を持ってきました米消費者物価12月6.5%上昇1年1ヶ月ぶりの7%割れという影響で大きく円高の方に向かったんではなかろうかと思います 米労働省が12日発表した2022年12月の消費者物価指数 CPI は前年同月比の上昇率が6.5%なり6ヶ月連続で鈍化したということでございます。これが影響を受けてね、やっぱ CPI の発表ってのがこの FX 市場、ドル円市場にかなり影響を及ぼすようになってきたなというふうに見てます。今まではね、そこまでね CPI 意識しなくてもよかったんですけども今年はね、結構 CPI がなぜか海を越えた日本にも影響を及ぼしてますよね。 はい。じゃあ次、4時間を見ていきますけども、これによってね、ダブルトップが中断していたのが再開しました。再開してネックラインを超えましたね。ですので大きな売りが働いたということだったんですけども、どちらにしてもここでレンジオプションがね、あったからこそ気づけたブレイクだとも言えます。じゃあ1時間を見ていきましょう。1時間を見ると、極端な下げになってます。昨日のオリガしの放送で、 さすがにこちらをね、超えたらね、セルで入りましょうってうことをお話し,してましたけど、まさにそうなってました。ブレイクアウトでございます。で、とどまることなく、ずっとですね、えー、下の方にドカーンと向かって、CPI の発表後も下の方に向かって、えー、現在価格が落ち着いてきましたけども、129円台になりましたよね。もう130円の回復ってのはなかなかないんじゃないですかね。だって全ての時間軸で下下げ圧力がある中で、129円台まで来ちゃいましたからね。 私の場合は145円でセルの大きなあ、こう、玉を持っていて、125円までを狙ってるんですけども、今はおおむね、えー、そのミッションが達成されているところです。今後も125円に向けて動いていくものだというふうに私は感じます。うん、だいたい9月とか10月あたりから、円安傾向がパタッと収まって、急速な円高に向かっていったでしょ。一時期152円だったわけですよ。あそこから20円以上も下がってきた、数か月の間に。 いやこれを考えていくとですね昨年どん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 115円あたりからね152円まで進んだように40円ぐらいの幅があったわけですよねで今年もだから40円ぐらいの反動いわゆる半値戻し前年戻しが起きてる最中ではないかなと思います今後もセルの方向で考えていきたいですよねでえっ、ー、とねちょっとね即可食の限定動画をご覧になっている方には申し訳ないんですけどもあとしばらく様子を見ないとこっからの形っていうのは考えられないです まあ、あの、下方向に向かうのは確かだろうなと思いますけども、じゃあ今度はね、どのフェーズで価格帯をまとめればいいのかとかね、上態仮定っていうのがまだ全然確定できませんから、FX オリガルヒの方はね、引き継ぎの放送を見ていただいて戦略を立てていきましょう。で、えー、今日で今週は最後になりますんで、一週間本当にお付き合いいただきましてありがとうございました。FX の限定動画の方は以上でございます。FX オリガルヒの方はね、えー、またあのー、まとめ動画とかも、 出していきますし1週間の予測動画も近々に出していきますのでそちらの方で、えー、各自ね備えていただければと思いますやっぱり FX オリガナフの方は結構稼ぎが進んできて私も嬉しい限りなんですけどもぜひ、ね、速化塾限定動画だけの方も FX に興味があってやってるやってらっしゃると思いますただねこの半年だけでもどう過ごすかによってもう利益が取れてる人と、うん、なかなか利益が取れずにまあ、悶々としてる人と大きく分かれるんですよね 学んだ方が絶対有利だと思いますんで、えー、ぜひね、FX のオリガルヒの方に来ていただきたいと思います。えー、メールの方でお問い合わせください。それから、FX オリガルヒに必要な FX の基礎講座、初級編、中級編、えー、これもね、メールマガジンでお届けできます。えー、こちらの方もお問い合わせをいただける方にはご案内しますので、同じくメールの方でお問い合わせください。えー、それでは本日は以上です。お疲れ様です。FX オリガルヒの方はまた後ほど追加します。